皆さんこんにちは、りほです。今日は私の気分の上がるアイテムをいくつか新調したのでご紹介していきます。はい、それではまず最初に私の日常生活で気分を上げてくれる香水からご紹介します。こちらミラーハリスのパルファムです。こちらの香りはレブリードベルガモットオーデパルファムで、中はこんな感じになってます。すっごいおしゃれじゃない？見た目、パッケージ。正直ね、今回ミラーハリスは初めて挑戦してみたんですが、まず最初にこちらのパッケージにね、惚れました。惚れた。香りもベルガモットの爽やかな夏らしい香りがして、もうね、夏を感じれる香りです。ミラーハリスはお店とかでもよく見てて、もうね、お店に行くとね、ずらーってミラーハリスのね、いろんな香水が並んでるの。それを見るだけでもうね、テンション上がっちゃうっていうか、欲しいっていう気持ちにね、駆られるんだよね。で、今回初めて挑戦してみました。今は本当に初めてだから1個しか持ってないんだけど、これをさ、何種類もさ詰めたらさ、インテリアとしても使えるかなと思ってこちらを選びました。ではこちらの香りをお試しします。こういうので少しでも季節感感じたりするのもいいかなと。いつもここの手首にシュッとワンプッシュぐらいして、こうやって馴染ませる感じです。めちゃくちゃいい香り。私は割とパルファムは夜寝る前とかにつけたりもします。自分がね、すごくいい香りに包まれて寝れるので、これはね、寝る前に今はつけたりとかもしています。出かける前につけるとちょっとね、香りがきつかったりする時もあるので、寝る前につけておくと爽やかな感じで朝起きれます。他にも集めたいこのミラーハリスは本当に可愛い。パルファムってその香りを楽しむだけじゃなくて、インテリアとしても楽しめるから、私は最初に見た目とかから入って香りが良かったら買うって感じの時が多いです。はい、それでは続きまして、続いても香り系なんですが、はい、こちらはトワエモアという韓国のブランドの香水になります。最近できた香水のブランドみたいなんですが、韓国でね、すごく人気みたいで、 SNS で問い合わせが殺到したということで、日本でもオンラインストアを出すことになったみたいです。で、私は今回9点で購入してみたんですが、実はね、私9点使うの初めてで、9点ってこう韓国のね、コスメのイメージはもちろんあったんだけど、韓国のコスメに挑戦したいな、スキンケアに挑戦したいなと思いつつ、いっぱいありすぎてどれをね、手つけていいかわからなかったので、とりあえず香水を購入してみました。で、割とね、早く届いたの。すごく早かった。注文してから1週間以内ぐらいには届いたと思う。それくらい早かった。でね、こんな感じでこのね、ショッピングバッグもついてたの。あとこういった感じのお手紙だったり、あとは香りのサンプルとかもついてました。すごくラッピングもされてて、プレゼントにも良さそうだなって感じた。こちらのね、中を開けていきます。結構箱しっかりしてるよね。開けるとこんな感じで、ここにね、ペンダントが入ってたんだけど、このペンダントはローマ字か数字2文字まで刻印できるんだけど、私はね、 R っていうアルファベットだけ入れました。見えるかな。で、中はこのように入ってました。じゃん、こんな感じ。これもね、シンプルで見た目すごくいいと思って。韓国ね、すごいね、やっぱりおしゃれだよね。韓国行きたい、本当に行きたい。いや、私韓国1回だけ行ったことあるんですけど、爆買いしたもんね。本当に楽しかった。これが香りはね、1種類しかなくて、アムールシルエットシグネチャー香水って言ってた。香りはちょっとね、さっきのベルガモットと混ざっちゃう。こちらで嗅ぎます。なかなかアムールシルエットって言われてどんな香りかね、想像がつかないと思うので、ちょっと私の分かる範囲でレビューします。こちらの香りは甘いフルーツみたいな感じの香り。私の好きなムスクの香りも入ってるから、通年で使えそうなアイテムです。うん、いい香りがする。本当にいい香り。アムールシルエットとは、愛する時間と記憶に焦点を当てましたって書いてあったんだけど、ちょっと私っぽくないよねそういうの。香りってさ、思い出があるというか、懐かしい香りっていうか、この香りを嗅ぐと大学生の頃思い出すとか、そういう香りってあるじゃないですか。ないですか私はね、ある。そういうのを感じさせてくれる香水なのかなって私は思ってます。だからこれをね、来年とかに嗅ぐと、あの時撮影したなって
思い出すんじゃないかなって私は思ってます。でこれもね、見た目がすごく可愛いからインテリアとしても使えそう。こちらのミラーハリスはね、この夏楽しみたいなと思います。こちらはね、通年で気分で変えていきたい香水たちです。はい、では続きまして、ネイルズインクで新しいネイルを新調してきました。今日はネイルしてないんですが、ネイルズインクのトップコートだけ塗ってます。はい、ではご紹介していきます。今回ネイルズインクで新調したのがこの新色の3カラーです。こちらがコールミーインコンパクトガーデン、こちらがメイドインメリルボーン、こちらのカラーがウェイティングフォーウェストミンスター。このね、3色の今回いいところが速乾、45秒で乾くの。めっちゃ良くない？45秒で乾くのはすっごくありがたい。45秒で乾くからさ、これ本当に優秀。セルフネイルで一番大事なのって、綺麗に塗れることはもちろんそうなんだけど、まあカラーもそうだけど、乾くの大事じゃない？速乾。本当にちょっと当たるとさ、くしゃってなっちゃうのが、セルフネイルのデメリットではあるから、ネイルズインクのこのシリーズはめちゃくちゃおすすめ。これがおそらく同時で発売されてたものだったんだけど、もうね、選べなくて3色ゲットしました。これが深いグリーンっていう感じのカラー。で、こっちがちょっとね、薄いグレーっていう感じのカラーです。で、これがゴールド、シルバーゴールドみたいな感じのカラーで、もうすっごくこれもね、いいアクセントになる。この3色ね、こういろいろね、指でね、色違いで楽しんでもいいかなと思いました。このネイルズインクのね、中がどんなになってるのか気になるところでもあると思うので、ちょっとお見せしたいと思います。これはこのように取れます。私何回か使ったんだけど、こんな感じでね、先が丸くなってるからすごく使いやすい。特にね、このコールミーインコンパクトガーデンはすごく塗りやすい。あと、なんだかんだね、大事なベースとトップコートも新調しました。爪を休憩させようと思って、このトップコートだけ塗ってるんですけど、いつもベース塗って、このカラー系塗ってトップコートするっていう感じです。このカラー系は2度塗りした方がすごくね、綺麗に色は発色は出る気がする。ベースとトップコートはすごく大事なので、割と早くなくなっちゃうので、新調する頻度が高いかも。私はね、ジェルネイルもするんだけど、ジェルネイルってタイミングが合わなかったりすると、ね、こう伸びきってしまったりとかするのもあんまりね、好きではなかったりするので、でもね、楽なんだよねジェルネイル。だけど今はセルフネイルが多いかな。今はこちらのリムーバーも一緒に購入しました。こちらのね、リムーバーめちゃくちゃ便利で、これ指をね、1本入れるだけでこうね、くるって回すと取れるから、ここの1本の指だけ取りたいみたいな時にも大活躍するリムーバー。さすがだよね、こういうとこほんと使える。ちょうどね、表参道の新しい店舗に行ったらフォロワーさんがいてくれて嬉しかったです。ありがとうございます。嬉しいよね、やっぱり嬉しい、本当にってな感じなので、また新色が出たら表参道の新しい店舗に行きたいと思います。はい、では続きまして最後になります。今回割と少なめかな。でも少なめだけど気分をね、上げてくれるものが多いかな。こちらです、マルジェラです。私ね、本当にね、こういう小物系はね、大好きで集めちゃうんだよね。はい、開けるとこんな感じです。マルジェラってほんとシンプルだよね。ショップ袋とかもね、もう布みたいな感じなんだけど、またそれがおしゃれ。はい、こちらです、カードケースで、中はこのようになっています。こんな感じです。で、このチェーンがついてます。カードケース、これはお財布とキーケース代わりに使いたいなと思って今回購入しました。このチャームがポイントで、ここにね、鍵をつけたいんですよ。ここに鍵をつけたくて今回購入しました。すごく便利、かわいい。このさ、チェーンの長さもすごい絶妙なんだよね、きっと。こうやって出るように作られてるのかなと思いました。で、ここにね、自分でなんかショルダーっぽいストラップつけてもいいと思うし、すごく使えるなと。今はもうクレジットカードがほぼほぼ多いので、ささっとね、コンビニとか行く時にめちゃくちゃ便利だなと思って今回これにしました。あとはバッグに入れても小さいので場所を取らないのが一番いいポイント。レザーのね、いい香りがする。はい、今日は私の気分の上がるアイテムたちをご紹介しました。香り系は好みがあると思うので、皆さんがこういったアイテムを購入するときにブランドの参考になれば嬉しいです。本日も見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。